担任の先生になりました野村舞子です。舞子先生って呼んでください。皆さん元気よくて素晴らしいです。ありがとうございます。今日から舞子先生が担任の先生になりました。みんなと一緒に授業をしたりチャレンジ企画をやったりしてくから、みんな仲良くしてください。舞子先生って呼んでください。今日は初回の授業ということで、ニコニコ公式生放送で30分、後半はチャンネル生放送で30分の特別放送でお届けします。みんな分かったかな。良いお返事です。ありがとうございます。ちょっと難しかったかしら。最初は、あ、違うね、公式のチャンネル生放送は最初はちょっとだけ無料で見れるけど、途中から、クラブ活動に入部してくれた人、つまりはチャンネル会員の人のみ見れる映像になりますので、みんなちゃんと入部届出しといてくださいね。今日はゲストじゃなくて教育実習生も来てるから楽しみにしててね。舞子先生は初めての授業なので大変緊張しております。先生も緊張します。では早速教育実習生の先生を呼びます。みんなで一緒に呼んでみましょう。じゃあ一緒に呼ぶよ。せーの、ゆうき先生。はい。ゆうき先生。みんな、はじめまして、教育実習生のゆうき先生だよ。ゆうき先生は縦書きなんだ。ゆうき先生だよ。ゆうき先生、来てくれてありがとう。すごい思ったんだっけ、あ、舞子先生横書き派だったんだと思って。あのね、それはね、書き始めてから、間違えたって思った。こういうのってさ、縦書きじゃない先生。そうです。そうですよ先生、しっかりしてくださいよ。すいません、ゆうき先生、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。来てくれてありがとう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の先生ごっこに付き合ってくれて、ありがとう、ダメだよ、まだ先生ごっこって言っちゃダメですよ。舞子先生、まだごっこ遊びは続くよ。はい。はい、私たちは、一緒に、あ、でも先生設定は1回オフって書いてある。はい。アイドリングトークだって書いてあるよ。はい、ありがとう、来てくれて、はい。あ、消えちゃった。あ、落ち着いた。ありがとう。どうする、どんな関係か説明すればいいの。どんな関係だろう。すごく仲がいいです。私はゆうきちゃんのことをすごい心から信頼を寄せています。なんか割と人類で結構高めの位置で信頼されてるよね。そうなんだよね、そうなんです。あの、その、なんだろう、あの、信頼を日々獲得してる私の信頼を。なんだろう、なんか、なんだろうね、なんか、私初めて会った時から私こんな人になりたいなって思ってた。ダメだよ、なっちゃう。そんなことないよ、なっちゃう。まあね、なろうと思ってもなれないからね。そう、でもこんな人になりたいって思ってたの。そっか、まいちゃんはまいちゃんのままでいてほしいけど、多分ひろせみたいになりたいって思ってるまいちゃんだからこそ素敵なのかもしれない。ありがとう。ありがとう。まいちゃんとても素敵だよ、そのままで。最近一緒に遊んだね。最近一緒に遊んだね。てかあれだよね、あのナナシスで、あの、そうなんです、同じ東京セブンスシスターズっていうアプリで、同じユニットに、越前紫役、瀬戸ファーブ役で QOP っていうね、ただいまブルーレイ発売中。そうなんです。ライブブルーレイ発売中、たまたま発売中の関係、そうの関係を気づきからのとても仲良くなり、で最近も遊んだね、なんか、あの映像を見てて、私たちって最高のロックバンドじゃんって思ってた。
もうさ、神が4人え、そう、本当にそう、神が4人その感想はね、私すごいね、言いたくて言いたくて、うん、そうなの、うん、ちょっと言いたくて言いたくて、めっちゃいいよね、うん、なんていいライブだったんだろうって私見て思った、本当にそう思う、うん、なんか泣きそうになった、楽しかったね、それぞれなんかさ、思い出って色褪せるじゃないですか先生、うんうんうん、でもなんか色褪せた思い出ってなんか今の現代とってとてもいいんだけど、取っとけるんだね、うん、さ見たらさ思い出すの、本当にそう、うん、本当にそう、あのいくらでもあの鮮明に思い出される、うん、そうそう、それが嬉しかったよ、あでもなんあのこの間さ、うん、ツイッターで見たんだけど、うん、フィフスライブの、うん、あのトレーラーも出てたじゃん、出てました、そのフィフスライブのトレーラーで、うん、私フィフスライブですっごい、うん、あの覚えてることがあって、うん、もう一生忘れない瞬間なんだけど、うんうん、もう次の曲に私たちの出番っていう瞬間に、うん、なんか本当にね、うん、もう本当にもうすぐ始まるっていう時に、うん、思い出した、ゆうきちゃんが、うん、まいちゃん、うん、この数ヶ月楽しかったねって言ってくれたの、うん、それをそれをね、うん、その瞬間、うん、あまりにも泣きそうすぎて、うん、なんかごめん泣かそう、いや全然なんか本当に、あ本当に楽しかったって思って、よかったよかった、その瞬間泣きそうすぎて、うん、そうすっごい大きい声でさ、耳元でさ、楽しかったねって言われて、おっつわっそう、そう、まいちゃん、この数ヶ月楽しかったね、楽しかったって、おっつわっつ、うるさいって言われた、楽しかったって言われて、でっかい声で私もうるさいって言ったのをよく覚えて、ごめんね、うるさくてうるさいって言ったのを覚えてる、そう、それも含めてめっちゃ覚えてる、そう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 、うるさいって言ったんだよね、私確か、うるさいなんかそう本当にね、あの瞬間がもうね、うん、泣きそうになりすぎて、うん、でももうすぐ歌うから泣けないと思って、うん、ありがとう、っていうことがありましたね、楽しかったね、でも良きとこで次やだって、やだ、はい、やだもっと喋りたい、最近のこと最近のこと喋りたい、ね、遊んでまいちゃんがね、うんうん、あのなんか最近のハイライト、まいちゃんとの、うん、まいちゃんがいや本当に私が喋ってたの、なんかまいちゃんに、うん、なんかあの普通の話を普通に日常的に2人で喋ってたら、うんうん、突然まいちゃんが本当に私はゆきちゃんのことが大好きって言いながらなんでこんなにゆきちゃんこうなんか、あ自分で自分に引いてる私は今なんで涙が出ちゃうんだって言いながらゆきちゃんが本当にあーって泣き出して私絶対にこんなにゆきちゃんを好きってことは前世で絶対ゆきちゃんに命救われてるって言われてあそっかーって何、うん、だろう、なんかね、うん、無性に泣けてきたの、ありがとう、なその突然ね泣いてくれて嬉しかった、だからまいちゃん、私まいちゃんのことも人としてすごく素敵な人間だと思ってるから、なんかそんな人間のまいちゃんにあのこんなにも好かれるってことは私も捨てたもんじゃないなってすごく思います、そんなことない、えなんかあの瞬間、うん、もうなんか涙が止まんないまいちゃんはなんかいい人なんだなって思ったからねはい、ということで、あの、ごめんなさい、ゆうき先生とたくさんおしゃべりが弾んでしまいましたが、はい、まいこ先生すいません、ちょっと出過ぎました、はい、じゃあ、うん、この、うん、まずはこの学校で、うん、あ、そうだ、というわけで今日はゆうき先生と一緒に授業を進めていきます、はい、というわけでね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速あの今日は1回目の授業なので、はい、まずはこの学校でみんなに教える授業について、はい、説明していきます、わかりました、なんか毎回授業ではいろんな教科をやっていきたいんだけど、あのまだなんかあのみんなの意見とかも聞いて授業にね反映させていけたらいいなって思ってます、はい、じゃあまずね道徳の授業、舞子先生のお悩み相談室だって、で生徒のみんなからもらったお悩みを舞子先生がズバッと解決、ズバッととか、はい、図工の授業、お絵かきの時間、お絵かき楽しそうだね、楽しそうどうぞ、舞子先生が自慢のお絵かきをして披露します、わー、描いたイラストを作ってグッズを作ったりって書いてある、舞子先生のグッズ欲しい、欲しい、まあ、そして英語の授業、英語が得意な舞子先生が何かする、何かする、何する、何がいいんだろう、普通にスペルとか教えてもらう何だろう、英語の授業って何がいいのかな、
何がいいんだろう。なんか日常的に道端でばったりまいちゃんに会っちゃった時の英語、うん、英語とかばったり会っちゃっても私ね日本語喋れるよ。道で外国人に道聞かれた時の英語、そういうことね、英語ねとか、あ、エクスキューズミーって、私すごい道端で聞かれるんですよ、うんうん、あの外国の方に道を、はい、もうなんて答えたいかわからないの、なので教えてほしいです、まいこ先生、どうしたらいいんだろう、いつか教えてくださいどうしたらいいんだろう、はい、でもね英語だけでジェスチャーゲーム、うん、英語で生徒のみんなに伝えるゲームとか、うん、あとは情報の授業、私情報の授業すっごいやりたいんです、なぜかというとタイピングが得意だから。そうなんだ、ガタガタガタってやつね、タイピングを、うん、なんか中学校の時にタイピングを情報の授業でやった思い出があって、カチャカチャってあれ楽しいですよね、 それを楽しいので、はい、ちょっとやりたいなと思ったりとか、はい、やりましょう先生、国語の授業大喜利対決って書いてある、はい、でも大喜利は難しい、うん、しよ、大喜利でも舞ちゃんの舞子先生の大喜利見てみたいです。え、本当ですか、はい、私も結構面白そう、私もゆき先生の大喜利見てみたいです。あのいつか一緒に大喜利をしましょう、ね、大喜利の授業大喜利の授業、はい、で家庭科の授業だって楽しそう、お料理実演とか、はい、体育の授業体力測定とか、マイチャレ、舞子先生とゲストがチャレンジ企画だって、マイ、うんうん、チャレ、突然のマイチャレ、突然のマイチャレ、授業から離れたマイチャレそれね、これ面白いなって思って、突然マイチャレが挟まってくるの面白い、どうしようかな、はい、私ね、体力測定とかね、すっごい好き、やってるところ見たい、なんか癒されそう、マイちゃんが、マイコ先生が体力測定をしている姿が結構癒すと思う。でもなんかシャトルランとかやるじゃない、うん、こう学校で、うん、でも本当にすぐ脱落したいんだけど、はい、誰か一人脱落してくれたら私も脱落しようって思ってた。じゃあ取引とかしたらいいんじゃない、取引ちょっと一番最初に脱落してくれない、確かに誰かがね、そしたら給食おごるみたいなとかね、うん、とか、うん、いろいろ楽しそうですね先生、うん、先生、うん、いろいろやっていきたい、この学校に入ってよかったねみんな、このクラスでよかったねみんな、みんなこのクラス仲良くしてね、仲いいと思います、ちょっと舞子先生緊張しててちょっとコメントもうちょっと見よう、じゃあ私が読みますよ、フラフープしてほしいって書いてありますよ、コメント何がいいかな、コメントで、ね、給食の時間欲しい、あご飯食べましょうかね、ご飯欲しいわ、はい、クラスメイトになる、舞子先生が給食を作る、あ、舞子先生給食作れるかな、カレーとか作ったらどうですか、でもカレーならね作れるですよね、私もカレーなら作れますよ、カレーなら作れる、ね、だカレー毎日カレーの給食いかがですか、カレー人気ですからきっと喜びますよ、みんな遠足したいな、反復横跳びしてほしいって、してほしい、待って反復横跳び、私舞子先生あんまり運動得意なイメージないんだよな、あ、それは違うよ舞子先生違うよ、3段階だよ、私実習生の広瀬やりましょうか、お願いします、これだよね、あ、それか、軽やか軽やか、さすが舞子先生めちゃめちゃ軽やかだった、舞子先生オタクステップって言われてるけど、オタクステップ、はい、舞子先生謎の動きでしたけど、まあ、確かに体力測定はなんかどのぐらいの成績だったんですか、え、どのぐらいも悪いよだからそんな舞子先生がなんかあの他にもいわくつきのお友達を呼んで、いわくつきのお友達を、体力にいわくつきのお友達を呼んで、もしくは私体力測定そこそこいい方だったんで、よさそう、あの柔軟以外はいい方だったんで、わかる、私も体硬いから、そうそう、一緒にやるのもありじゃないですか、一緒にやるのもありですね、はい、ちょっと、うん、いわくつき、はい、うんうん、なるほどね、他にもたくさんいると思います、ね、はい、じゃあというわけで今日の、はい、時間割を、本日の時間割を発表します、はい、まず朝の会、そして1時間目は道徳、舞子先生と結城先生のお悩み相談、うん、みんなからのお悩みをズバッと解決、ズバッと、放課後クラブ活動、放課後のクラブ活動は音楽クラブの活動です、まあ、舞子先生と一緒に、結城先生も一緒に歌ってくれるんですか、はい、あ、はい、今日は歌います、わ、嬉しい、嬉しすぎる、ありがとうございます、今日はね、初めての授業でちょっとおしゃべりがはかどるので授業は少なめです、はい、あらまあ、次回はね、もっとね、授業していきたいです、ちなみにクラブ活動の時間は入部手続きした人だけ参加できるから、今のうちに入部手続きという名のチャンネル会員登録をお願いします、絶対だよ絶対だよじゃあ早速今日の朝の会ということでですね、はい、みんなからのお手紙を紹介します、みんなお手紙たくさん書いて偉いですね、偉い偉い、
おお、あ、これ読みたいと思った私、うん、そうなんだ。まずポロリ、ポロリくん、ポロリくん、ポロリちゃんかもしれない、ポロリちゃん野村さん、広瀬さん、こんばんは。早速ですが舞妓先生に質問です。広瀬さんといえばとんでもない忘れ物をしたり落とし物をしたりでおなじみですが、出会ってから今まで広瀬さんについて、え、嘘でしょとびっくりしたエピソードありますか？それを見たかったの。え、でもなんかその、うん、実際にすごくびっくりしたっていうエピソードはないんだけど、何かなんかいつも一緒に、はい、一緒にいると何か起こる。あ、なんだろう、なんか確かにごめんなさいね。なんかさ、そのライブとかでさ、うん、控え室で、うん、あの KOP の皆さんとかで一緒にいて、はい、いつも何かこぼしてるのをみんなに突っ込まれてるだからブルーベリーを床にぶちまけて床をブルーベリー色にしたことはある。そう、全部ブルーベリーとか、あとなんだろう、なんかね、ご飯食べてる時になんかみんなでUNOしててUNOのカードをご飯にね落っことしてたあれは違う違う、あれはあれ何だったっけ、印をつけようと思ったの。印は、あ、それでズルしようとしたのそういうこと、トリック、ズル、トリックズル。でもね、うん、私もそのよくいつもご飯とかこぼすって言われてるんですけど、でも多分ねよくいろんな人に言われる。あの、私の友達基本的にちょっと抜けてないと、うん、多分私とやっていけない人が多くって、うん、なんか本当にそう、耐えられないみたいな人が多い。あ、そうなの？しっかりしてる人多分私と一緒に耐えられなくて、まえちゃんくらいの抜け具合の人はみんな私を見て、私より抜けてたり私よりできない人間を初めて見たってみんな言って去っていく。あ、そうなの。え、でもなんか私すごい物こぼすんだけど、うんうんうん、なんか私自分がいつもこぼしてるよって注意されてる側だったから、うんうんうん、あ、こぼしてるじゃんって言う側になるのは結構珍しいの。そうやって言われる、よく言われる。いや、私だってずいぶんやばいのに、ゆきちゃんやばいよっていろんな人に言われる。え、でもね、やばくないの別に。やばいっていうか、ね、そうだよね、なんか、うん、なんだろう、やばくはないんだけど、なんだろう、いろんなことが起きててすごい面白いそう、なんか広瀬が、うん、ゆき先生が歩く道には、うんうんうん、あの何かが落ちているすべてをぐちゃぐちゃにして去っていく石屋校って呼ばれてそんな、はい、びっくりエピソード。びっくりっていうことはないけど、なんかいつも面白い。この前2人で遊んだ時も、うん、あのスマホ忘れました。あ、確かに忘れてた。確かにスマホ忘れて取りに戻ったね。ごめんねって取りに戻った。でもね、無事見つかった。無事見つかって、さすが。みんなもスマホを見つけたら届けましょう。はいいい授業、いい授業かな、はい、じゃあ次のお便りにしようかな、うん、え、じゃあちょっとゆき先生読んでもらってもいいですか。いずみん、これさんくんちゃん、どれで呼びたいですか。いずみんくんで。じゃあ全部くんにします。いずみくん、ありがとうございます。ありがとうございます。舞妓先生、ゆうき先生、おはようございます。おはようございま す。この度は冠番組の新設おめでとうございます。ありがとうございます。舞妓先生はゲストの先生と楽しく学べる番組ということで、うんうん、私も小学生に戻った気持ちで視聴します、うんうんうん、お二人は小学生の頃はどのような子供でしたか、うんうんうん、お得意だった教科や所属していたクラブ活動係などなど、ぜひともお二人の小学校の頃の話を聞きたいです。ちなみに僕はほぼクラブ活動の記憶しかありません。悲しい。クラブ活動か。何してた小学生の頃。私小学生の頃すっごい無心で泥団子を作っていた。かわいい。作ってさ作ってさ、私も同じ同じ。なんかそのピッカピカにしたいよね。そう、ピッカピカにしたくて、でそれ泥団子をピッカピカにしたのを次の休み時間に持ち帰ったように。自分のさ、作りましたとかにしようかな。あの、なんか人目につかないところに置いとく、ね、置いといて、うん、次の、 あの休み時間も磨くとか、うん、超わかる。いいる。え、そう、机の中とかに入れたの。さあ、それはすごい、あの机の中は入れてなくそう、あのね、体育倉庫とかのね、影に隠してた。だってさ、机の中に割れるの。だから中で割れんの。ドロドロじゃん。乾燥して中で割れてぐちゃぐちゃ、なんだ汚ねえよ広瀬の机って言われてた。やば靴箱の中とかに漏れて靴箱がドロだらけになって、やばいやったことある。なんかね、泥団子が私はね、すごい小学校の頃はね、印象的だった。そっかそっか。クラブ活動とか記憶ある？多分ね、竹馬クラブみたいな。竹馬乗ってたの。竹馬乗ってた。楽しいもんね、ちょっと大きくなるし。そう、なんだろう、小学校のクラブ活動って何があったんだろう。なんだろう、うん、なんかあった。小学校の時クラブなんかあったよね。でも思い出せないね。忘れたね。今が一番楽しいから。先生たちは忘れちゃいました。拍手。あ、そう、こういう感じなんですよこういう感じいつも。でもなんか突如、いや今が一番楽しいからとか言い切るところが、は
敵って思うし、そうでもないよ。え、そういうところが私すごい好きだな。ありがとう、愛されてます。うん、はい、以上、ありがとうございます。うん、じゃあ次もう一個読んでみるね。うん、このハモさん、このハモくん、このハモちゃんかもしれない、このハモくん、はい、教室の新規開校おめでとうございます。ありがとうございます。小学校の先生は全ての教科を教えますが、実は一つの教科を専門に勉強してます。私も小学校の先生の勉強を持っているのですが、社会科を専門に勉強していました。お二人の得意教科は何ですか。私の予想では音楽か国語だと思うのですが、いかがでしょうか。だって何得意だった。私は国語です。私も得意だった。国語、現代文が得意でしたね。わかる、現代文。まあ小学校の頃だと国語だね。確かに、うん、国語得意でしたよ。マイコ先生も国語でした。マイコ先生もどちらかというと国語かな。国語の読解が好きでした、ね、物語読むのが好き。わかる、そうそうそう、うん、なんか授業でやってない、うん、あの後ろの方の、うん、あのなんか作品とかを先に読んじゃうみたいな、うん、え、何それかわいい。そっか、そうみたいなことしてたかな。うん、音楽は、音楽は好きだった。でも小学校の頃はずっとリコーダー吹いてた。いや、見てドラえもん。わあ、ドラえもんだ。すごい、ドラえもんだ。ドラえもんだ。ちょっと待って、ドラえもんに衝撃受けて、ちょっとすごいね、ドラえもんって流れてくるんだね。そうそうそう、はい、うん、そうですね。何忘れちゃったよ。何なの。私もリコーダー大好きで、お母さんに吹いてあげてた。かわいい。お母さんに習った曲を今日も習ったよって吹いて、あー上手だね、ゆうきはって言われてたよ。そんな人生だったよ。リコーダーって楽しいよね。リコーダー楽しいですよ。あ、あと1個、もうあと10通ぐらい読みたいのに、あと1通ですって。お、うん、じゃあこれ読みます。はい、ランプの魔人くん。魔人くん、ありがとうございます。舞子先生、ゆうき先生、こんばんは。舞子先生は先日インスタで、多分前世で命を救われている、ゆうきちゃん私の太陽ですと書かれていましたね。ありがとう。とっても仲がいいのは伝わってきますが、お二人が初めて会った時はどうだったのでしょうか。お互いの印象をお聞きしたいです、うん、ね、初めて会ったのドラマ CD の、ドラマ CD だったんだろう。あれ、ドラマ CD だよね。そうだったのかもしれない。 POP の4人でドラマ CD を、7室のドラマ CD を撮る時に初めて会った。本当に、うん、私練習かと思ってた。練習じゃない、ドラマ CD だよ。忘れちゃったって言ったら、やっぱりひどい。でも私ね、練習の時のエピソードがすっごい印象的で、なんかそのあんまりそのまだそのメンバーの皆さんともそんなに、あのもちろん仲良くなってなくて、でもそれでもなんかゆうきちゃんは、あのなんだろう、パフォーマンスについてこうしたい、ああしたいっていうのをなんかすごい積極的に言ってて、でそれでなんか周りを巻き込んでもっと良くしたいっていう気持ちが周りに伝わるような人で、私はその時なんだろう、声優の仕事とか始めたばっかりだったから、すごいなんか自分とそんななんか年齢も変わらないゆきちゃんがそんな風にやってることが私にはすごいなんか衝撃で、なんかもう眩しすぎて、もうその時のなんか印象が、あ、すごい、私も絶対こんな大人になろうって思ってた。そういうことなのね、うん、ありがとうございます、うん、そんな大したもんじゃないんですけど、うんうん、まあでも確かになんかやりたいこととか積極的に言っていった方が意外にもあの叶うなって思ったし、うん、かつやる気がある人が一人いるかいないかだけで、うん、結構周りのなんかモチベーションも変わってこない、なんか、そう、うん、ね、なんかだからなんかゆきちゃんがいたから、うん、え、私はもっと頑張るって思った。いや、よかった。まいちゃんはね、でもなんか初めてドラマ CD の現場で見たのが私は初対面だったんだけど、うんうん、なんか一世を風靡したオーラの人間が座っている。どういうこと。なんかちょっと待って、なんか普通の女の子のオーラね、うんうんうん、普通の女の子のオーラ出しますね、うん、なんか、あ、おはようございますみたいな、普通の女の子。まいちゃんね、あ、おはようございます。そんなことある。あ、なんかやばいぞこの子って思った。私の一世風靡したオーラ出てた。姿勢が異常に良くて、でなんかこんな姿勢よく、まあ、他にもいるけど、こんな姿勢よくアフレコとかのなんか椅子に座ってる女性を私はなかなか見ない。なんかスンって座ってて、スンって台本を持ってて、でスンって紫やってて、この子紫やってんって思った。すごい記憶はある。でもすごい緊張してたんだと思う。あ、そういうことなのか、うん、なんかキュッてなってたもんね。そう、キュッてなってた。私も緊張はしてたけどさ、うん、なんかスンってなんかなんていうの、
歌舞伎とかやってそうしゃなりしゃなりみたいな感じそれ姿勢じゃんでもなんか完全なる姿勢じゃんだからお嬢様だと思ったの私品のいいだから私家庭事情聞いた一番最初そんなこと聞かれたっけまえちゃんってさいいとこのお嬢さんって聞いた記憶ある嘘聞かれたっけ家お金持ちって聞いた記憶ある嘘聞かれたっけな家は大きいのって聞いたことあるでも普通の一般家庭だよって言ってでも多分すっごく育ちがいいんだろうなって見てて思った嘘ありがとう、うん、でもね普通普通ってそう一般家庭意外にも普通なのよねあの一般のお家にまえちゃん特有のなんかオーラなんだなって思ったそれはなんて嬉しいんだ、うん、ありがとうだからお互いないものをきっと持っていてでたきっと補い合っていける仲だなっていうのはすごく思う、うん、ありがとうありがとう私はまえちゃんにはなれないし、うん、まえちゃんは私にはなれないから、なんかそれがいいんじゃないかなって思ってます一緒にいてなんかそういう風に言ってくれる、うん、ゆきちゃんが私はすごい好きだなって思って泣きたくなる泣きたくなる本当に、はい、そうなんですでも本当に、はい、あのねみんなからのお手紙たくさん来ててそれがすっごい嬉しくてなんか本当に嬉しかったのありがとう先生まだ新米だから今日はあの次からはどんどんあの先生になっていきます話が長くてごめんね、うん、そうだね位を上げていきましょ そう先生のね位をね、はい、どんどん上げていきま す、ね、そして、はい、あっえっなんと生放送終了の時間なんですかこれは早いえまだまだどこだお悩み相談はあれ普通おったあみんなからのお手紙はチャンネルページのここに書いてあるよ投稿フォームから投稿してくださいはい先生はい先生すいません先生もちょっとまだ新米で申し訳ないまえこ先生わかりました、はい、そしてなんとあっという間に公式生放送終了の時間だって寂しいです寂しいですゆうき先生まえこ先生の授業もっと聞きたかったですゆうき先生またあまた100回ぐらい来ますやったありがとう100回ぐらい来る勢いでじゃあちょっとここに見てきてみんなにお知らせだって、はい、お知らせお願いしますお知らせします教えてまえこ先生の告知まえこ先生がそこは読まなくていいとこみたいですよ先生先生読まなくていいとこ読んじゃった、はい、ごめんなさいそれは生徒にバレちゃいけないとこですよみんな内緒にしてください、はい、いや、もうバレちゃったから実はねまえこ先生があの学校のね他の先生には内緒でやってる声優のお仕事があるんですけども内緒だよそうなんです内緒なんですけどちょっとここではお知らせしますね、はい、他の先生には内緒なんだけどちょっとみんなには教えますはいじゃあ1個目のお知らせです私が出演している作品東京セブンスシスターズからそうなんと結城先生も出演してるんですよね、はい、結城先生です、はい、で1月22日にザ・クイーン・オブ・パープルのファーストライブのブルーレイが発売になりましたわこれなんかあの見てくれた人いますかね私たち あの最高のライブがここにそうですよそう本当に QP のライブを見たことがない方にもなんか、うんうん、買いましたありがとうございます本当に見ていただきたい、ね、一緒にひまわりのストーリーを歌ったのが私印象にすごい残ってるわかる、ね、ナイスな映像だったあれわかるえなんかね、うん、2人で、うん、あの曲名言った時の、うん、なんか皆さんがすごいってそれはねなんかね、はい、嬉しかったなありがたかったって悲鳴が上がっててうんうんうんあのひまわりのストーリーふうの後にチャンチャランって流れてくるじゃんその後にあーみたいななんか断末魔がすごい流れてて聞こえてチャンチャンあーみたいななんかずっと聞こえてた心配になったあの時聞こえなかったじゃん、うんうん、だからあのブルーレイで私たちも知りました、うん、みんなの断末魔をそう本当に、はい、もうねこれね私も喋り出したらもう止まらないぐらい喋りたいことが、ね、これの回をしたいぐらいですねそうあのね、はい、本当に QOP の授業いつかしましょうあじゃあちょっとどうしても言いたいことだけ言ってもいいですか？いいですか？これあのもちろんねあの紫さんボーカルで歌ってるんですけども、うん、あの紫さん以外のお三方がそれぞれあのボーカルで歌ってる曲があって、うん、これは私はもう裏で本当に客席あのお客さんとして見てたんですけど、うん、その感想をどうか言わせてくださいああ どうぞお願いしますまずあのゆうきちゃんがね、はい、演じるファーブ役の、はい、あのパープルレイズが、はいもうマジであのファーブの
魂すぎて、ありがとうございます。もう熱さがすごい伝わってくるのがもう本当にファーブすぎて、あのベースソロもはちゃめちゃにかっこいい。ありがとうございます。でその次のあの夢野さん、綾野さん演じる夢野さんの RBE なんだけど、はい、もうリハーサルで初めて見た瞬間にもうかっこよすぎて可愛すぎてバグった。もうバグった本当に。もうどうしようって思った。可愛かったよね。そうなんです。あ、手振りつけててさ、綾野さんが、うんうん、やばい急がないといけないらしい。でゆっこさんはもう本当に可愛すぎてもう最高。ゆっこさんかっこよかった。かっこいい、かわいい、うん、ドラムさばきも最高。もう最高。あれしながら待ってんのがマジですごい。最高。あ、もう普通できない。最高すぎる。はい紫パイセンも最高でした。はい。でちょっとねこれちょっと喋りすぎたわ明らかに。どうしようそしてそうだね喋りすぎた。先生大丈夫だよ、みんなまだ居残り OK って言ってるよ。居残り OK。 ちょっとごめんね、うん、もっと喋りたいんだけど本当は。みんな大丈夫だよって言ってるよ。はい。じゃあちょっと次のお知らせなんですけども、8ビートストーリーで私が演じている古賀恵美が所属するユニットのツワイのセカンドライブファイナルが2月22日に川崎のクラブチッタで開催されるのです。行きたい。ねえねえ、うん、来てくれたらね嬉しいから、もし本当に心から暇だったら見に来て。心から暇だったら、うわ心から暇って思ったら行くね。そう、本当に見に来てほしい。わかりました。私ね、ゆきちゃんが見に来てくれてたらもう100倍頑張れると思う、うん、本当ですか。嬉しいです、うん。そうで、2月2日はツバイのセカンドアルバムも発売して、うん、新曲もたくさん出るので、もう曲も合わせて本当に本当にチェックしてほしい、うん、本当にチェックしてほしい、うん、めっちゃ一生懸命歌ってるのです、はい、で現在チケットプレオーダー受付中です。上のリンクからチケット応募できるらしい。ぜひぜひ遊びに来てください。ツバイの、ね、ライブセカンドファイナル、セカンドライブのファイナルもうめちゃめちゃかっこいいので絶対見に来てください。絶対。はい、以上舞子先生のお知らせでした。くれぐれも他の先生には内緒ですので。はい、舞子先生が声やってることは絶対誰にも言っちゃダメだよ。そう、絶対誰にも。でもライブには来て。そう、はい、絶対誰にも言っちゃいけないの、うん、じゃあ、 あの今回は初回放送ということでみんなにステッカープレゼントがあるんですって。舞子先生、木先生もお知らせしていいですか。え、してして、ありがとうしてして。とはいえあんまないんですけど、私広瀬ゆきツイッターやっておりますので、内緒でツイッターやってるのでゆき先生も内緒で声優やってるのでぜひともゆき先生のツイッターでゆき先生の出演情報とぜひ見てチェックしていただけたら、ゆき先生はすごく嬉しいです。もうすぐ誕生日なんですよ、ゆき先生。まあ4月なんですけど、4月に誕生日なんで、あの生誕ライブとかがあるはず、4月に。ぜひ来てください。チェックしてます。はい、ありがとうございます。舞子先生も心から暇だったら来てください。え、行っていいの。行く。はい、お願いします。あのめちゃね、あのゆうき先生のツイッターはめちゃめちゃ、はい、ゆうき先生の可愛い写真が載っていて、はい、舞子先生のインスタもそうですよすごくいい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、うん、そう、みんなに素敵なプレゼントがあるんです、はい、この後放送後にまいせん公式ツイッターにてフォロー&リツイートキャンペーンを実施します。まいせん公式ツイッターをフォロー、そして該当のツイートをリツイートで抽選に5名様に舞子先生サイン入り色紙をプレゼントします。みんなフォローよろしくね。そしてチャンネル会員向けにも特別企画があります。チャンネルの今運営コメントに出ている投稿フォームからまいせん公式ツイッターをフォローした上で連絡の取れるツイッター ID とまいせんプレゼント希望と書いて送ってください。抽選でチャンネル会員から2名様にまいせんのサイン入りの賞状プレゼント。欲しい賞状。欲しい。チャンネル会員しか当たらないので会員になってから投稿してください、はい、当選者には公式ツイッターからダイレクトメッセージで連絡がいくからね。はい、賞状をもらったらどんな賞なんですか。それはえ、ちょっと考える。私どうしよう。まだ考えてないよ賞状あげたい。楽しみ。じゃあ最初の授業だから、あ、そうだ、最初の授業だから特別にたくさんプレゼントがあるので、みんなぜひぜひ応募してください。じゃあこの後はチャンネル生放送に移動します。運営コメントのリンクからページに移動してね。この後はね、あのゆうき先生と一緒にお悩み相談と音楽クラブ活動でカラオケを歌うから、みんな見てね。それじゃあバイ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 。
な席についてください。はい、今日も元気にみんなと授業していきます。舞子先生とゆき先生です。はい、じゃあこれから授業やっていくけど、1時間目の授業が1時間目の、ね、授業から今日は、ですね、チャンネル会員の皆様が見れるコーナーになりますので、今のうちに、チャンネル会員登録してみてください、うん、そしてこれから引き続きゆき先生と一緒に授業していきます。はい、ゆき先生お願いします。よろしくお願いします。じゃあここからがチャンネル会員の放送になるんですかね。ようこそ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 。この会員しか入れない世界みたいな。はい。じゃあ早速1時間目の授業に行きます、はい、まずは道徳の授業です、うん、今日の道徳の授業か上徳の授業はみんなからお悩みを送ってもらったので、それを2人でビシバシ解決します。ビシバシ。多分ね、ゆっき先生はお悩み相談絶対得意だと思う。得意です。絶対得意だよね。相談したいもん。本当に、うん、何でも相談して。相談する。、はい、じゃあね、早速ねビシバシ解決していきますよ、はい、まずひかりちゃん、お悩みありがとうございます。舞子先生こんにちは。番組開始おめでとうございます、うん、私のお悩みはこれだと思うようなおやつになかなか巡り合えないことです。もともとおやつを食べることは大好きなのですが、ハマるような食べ物に出会ったことがないので困っています。私もハマって他の人にもおすすめできるような大好きなおやつに出会いたいです。舞子先生はいろいろなおやつをしていそうなので、おすすめのおやつがあったら教えてください。おすすめのおやつだって。先生最近はいハマっているおやつは、おやつずっと昔から好きなのですが、新たにハマったおやつ、うん、クレープ。一緒、待って、私も今クレープって言おうとした。やば、びっくりした。でかい声。私、ゆうき先生待って、あ、クレープかなって言おうとしたの。クレープ。本当に。何ですか。クレープはなんか駅前とかでさ、うん、よくなんか、うん、地下鉄の駅とかである、ある、あの、ね、ちっちゃい、うん、あのね、折りたたまれたコロッとしたやつ、ね、そう。あれが大好きなの。私もあれめっちゃ食べてる。昨日も食べた。私もね、昨日食べた。おいしい。美味しいよね。本当に美味しい。今期間限定で生チョコが出ててね、それをね、うん、食べようか悩んだの。美味しいよあれ。でも食べるね。そっか、何味が好きなんですか。私はあの季節限定で、うん、ピスタチオっていうのが。ピスタチオ私の駅にはない。そう、なんかね、あのね、うん、今はないんだけど時々季節限定でね、うん、出てるの。で、うん、それを食べるのが好きだから、うん、いつも、あ、ピスタチオないかなって思って覗いて、うん、あ、ピスタチオないからチョコクリーム食べるか、うん、チョコクリーム美味しいよね。美味しい、うん、クッキークリームみたいで、クッキーの中そう美味しい。あれは私絶対頼む。美味しいで、うん、なんかいつもあれちっちゃいじゃん、うん、で買ってその場で食べてる。分かる分かる。買って、あ、保冷剤いらないですって。そのあれ分かる。一緒じゃん。めっちゃ分かる。そうそう、あ、袋いらないですって。そうそう、すぐ食べる。袋保冷剤分かる。私昨日それやったもん。そうそう、袋と保冷剤いいですって。そう。あ、ありがとうございますって言われる。もうすぐさまもぐもぐ食べてる、うん、なんかあのこのひかりちゃん、うんうん、ひかりちゃんはその駅でクレープ買うのもいいし、私普通にクレープ屋さんでクレープ頼む、うん、あ、分かる分かる。で、うん、自分でトッピングとかもできるから、うんうん、自分で好きなカスタムを見つけたらいいんじゃないですか。確かに。ゆき先生はチョコクリームにクリームマシが好きです。お、クリームもりもりです、ね、クリームもりもりで。私は最近は駅のね、駅中のね、美味しいよね、丸いクレープが好きな。丸いクレープ。ピスタチオの時期になったらいいね、うん、私はコーヒーゼリーのが好き。あ、季節限定、ちょっと食べてみる、うん、中にコーヒーゼリー入ってるの。はい、はい、じゃあ次パヤさんからもらったお悩みですね、うん、買い物や注文の時いつも迷ってしまい、なかなか決めることができません、うん、どうすればズバッと決められる人になるでしょうか、うんうん、迷う？ゆき先生はすごく優柔不断ですよ、はい、本当に、うん、ずっと悩んでますね、1時間以上。そうなんだ、はい、でもズバッと決めたいんですもんね、うん、ズバッと決めたいなら、あの、私は初めて食べて、うん、一口目の味で決める。あ、なんて言うんだろう、うん、想像。え、想像？カレーにしようかな、うん、ハンバーグにしようかなって思って、うんうん、どっちも食べたいじゃん、うんうん、でもカレーを食べてうんっていう想像と、ハンバーグを食べて、ね、うんっていう想像、美味しい方が勝った方を頼む。あ、じゃあその想像の中でシミュレーションして。そう、あ、それはやったことなかった。そう、やってみるね。あとはなんかあのなんだろう、なんだろうね、迷うときってどうしたらいいんだろうね。それを聞いてるんだよ、パヤさんは。なんか例えばその、はい、自分が悩んでるときに、うん、これかこれかどうしようかなって思ってるときに、その隣にいる人にちょっとじゃんけんしてもらって、私が勝ったらこっち、あなたが勝ったらこっちにするって言っといて、うんうん、
でそれでじゃんけんして結果が出た方に対する納得感がなかったかあるかどうかで決める。あ、そういうこと。なるほどね。あのじゃんけんで負けたらこっちじゃなくて、負けてこっちか、そうでもって思ったらこっち。そう、うん、それで一回自分を試す。確かに早いかも、自分を試すのいいかも。なんかさ、じゃんけんで決めるって結構究極だけど、一番最初に悩んだ時にすぐじゃんけんして、うん、って思ったら、そうじゃない方選べばいいのよっていう、あの一度、すごい、一度捨てさせるっていう。それだ。そうそれは自分を試そうっていうのをね、私はね、うん、よくやる結構、うん、いいね。じゃんけんした人たまたまじゃないかな。そう、確かにね、うん、ちょっと無駄に参加させてしまう、ね、そうだね。じゃあちょっと次読んでもらっていいか。はい、しおぴーくんからいただきました。ありがとうございます。まいこ先生、実習生のゆき先生、こんばんは。こんばんは。僕はほろ酔いっていうシュワシュワしたジュースを少し飲んだだけでなぜか顔が真っ赤になって眠たくなってしまうんだけど、どうしたらもっとたくさん飲めるようになるのかな。だって酔ってるんだよ、しおぴーくん。それは酔ってますね。お酒で酔っ払っちゃってるんだよ、しおぴーくん。酔っ払ってはいけません。いやでも酔っ払って楽しいのはいいことだね。しおぴーくんはちょっとすごくずっと小学校にいる人なのかもしれない、うん、ずっと小学校にいる。法律はクリアしてるのかもしれない。あ、そっか、はい、確かにね、たくさん飲めるようになりたいんだって、うん、すぐ赤くなっちゃうから。でも私もあんまりね、お酒飲めないね。私もすぐ赤くなっちゃうので、しおぴーくんの気持ちはわかります。なんかあの、うん、飲むと気持ち悪くなっちゃうので、うん、かわいい。そう、楽しく飲める人が羨ましいの。なんか楽しく飲める息ってなかなかだよね、うん、そう楽しくね、飲めないの。だから普通になんかお茶とか飲んでる方が楽しいかな、うん、でもたくさん飲みたいんだって、しおぴーくんは。あのね、真っ赤になって、うん、そのまま寝てしまったら幸せだと思う。真っ赤になってそのまま寝ちゃったら幸せ。え、だってうとうとして眠くなってる時に寝たら超幸せじゃない。そうだね、じゃあもういいね、たくさん飲めなくって。しおぴーくん諦めて。しおぴーさん、あの無理しなくていいんですよ、うん。よ、飲みたいんだってよ、しおぴーくん。無理がしたじゃなくて飲みたいんだよ。いいよ、行こう、あとそれぞれなんです。人それぞれなんですよ。あれだったら水で薄めたりしたらいいと思いますよ。確かに。じゃあ、はい、もう一個ね、はい、ハリスくん、ハリスくん、ありがとうございます。舞子先生、うまくいかない、何をやってもダメな気がする、行動が裏目に出るなど気分が落ち込んだ時、どうやって気持ちの切り替えをしたらいいですか。うまくいかない時だって。私は、うん、気持ちが落ち込んだ時は眠いからだって思い込んでたくさん寝る。結局寝るんだね、舞子先生は。舞子先生は寝るのが好きです。酔っ払ったら寝る、落ち込んだら寝る。なんか寝てれば健康になれるって信じてるのかも、うん、寝てれば健康になれると思いますよ。え、ゆうき先生はどう思いますか、はい、気持ちの切り替えですか。何をやってもダメ。でもなんか真面目な話をすると、うん、なんかダメなことってあの意味のないことでは絶対になくって、で失敗をしてるっていうのは、うん、ハリス君がすごく頑張ってるってことなんですよ、うん、で、あの気分が落ち込むって、だってどうでもいいって思って生きてたら気分落ち込むことってなかなかないんですよ。なぜならハリス君が一生懸命生きてるから気分が落ち込むの。わかる？やりたいこと、頑張りたいこと、何か成し遂げたいこと、うまくいきたいっていうちゃんとした立派な考えをハリス君が持ってるからあなたは落ち込むの。だからその落ち込んだり失敗したっていうその時間はハリス君は大切にした方がいいよ。私もそう思った。舞子先生は寝るんでしょ。いや、なんかね、それはね、すごいそう思う。いや、寝たらいいよって言ってよ、さっき舞子先生。なんて無責任なことを言ってしまったんだ。で、それでもダメだったら舞子先生みたいに寝たらいいんじゃないかな、うん、え、すごい、なんか、うん、確かに、うん、行動が裏目に出るんでしょ。だってでもなんかしようとしてるんでしょ。ってことは何か学んでるってことだよね、ハリス君が今この時。だって裏目に出たって気づけてるんだもん。すごっ。裏目に出たことに気づけることがもう素晴らしい、うん、そうだよ。そう、ダメな気がするって思ってる時点でもう頑張ってるもんね、うん、そうそう、ハリス君は成長してるんだよ、裏目に出た。だまたじゃあ裏目に出ることしなきゃいいんだもん、次は。本当にね、次からしなくていいんだよ、それを。すごい学んでるよ。一歩前を行ってるよ、ハリス君は。本当に、え、ハリス君偉いです。ハリス君偉いよ。疲れたら寝ていいからね、舞子先生みたいに、うん、偉いね、ハリス君、うん、よし、では行きます、うん、ボブボブボブさん、ボブボブさん、ありがとうございます、はい、舞子先生、よければ僕の悩みを聞いてください、うん、この1月に転勤があり、通勤時間がめっちゃ長くなったため、うん、早起きを余儀なくされる毎日となってしまいました、うん、僕は朝がとても苦手で、できるだけ長く寝ていたい人間です。とても耐えられそうにありません。
何か早起きにコツとか早起きが楽しくなる方法とかありませんか？教えて舞子先生。舞子先生寝るの好きですもんね。舞子先生は寝るの好きなんですけど、うん、寝起きもめちゃめちゃいいんですよ。わー、たくさん寝てるからだ。そうかもしれない、うん、なんかでも結構睡眠時間が少なくても、うん、パッて起きることはできるけど日中眠い、日中眠いけどその瞬間起きることはできるけど、早起きにコツ、私は本当に起きなきゃいけない時は、例えば明日6時に起きなきゃいけないって思ったら、寝る前に永遠に6時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 って分かる。そう、唱えて寝る。頭を6回殴る。マジで。本当に？そうすると頭が、海馬が記憶する。マジで6って本当に、うん、これはやった方がいいよ。1,2,3,4,5,6 おやすみなさいってやるとできる。なるほど、うん、じゃあちょっとボブボブボブさんも早起きが楽しくなる方、うん、楽しく起きたいんだって。辛いもんね朝、うんうん、でもさ舞子先生のお歌とかを流して、あ、起きたらいいんじゃないですか、うん、とか。確かに、うん、なんか舞子先生が好きなんだもんね。だってボブボブボブさんは、舞子先生は僕が今頃辛い気持ちをして、あの、起きようとしてる今頃、舞子先生はすごく気持ちよく起きてるんだって思うと、なんか起きれるんじゃない？なんか確かに、うん、いや、どうなんだろう。舞子先生はこんな時すごく爽やかに起きるんだって思ったら起きれるんじゃないですか、ボボボボボ君さん。なんだろう、もうね、うん、目覚めた瞬間が勝負です。あの、目覚めは目覚めた瞬間に、あ、うとってしちゃうと終わり。終わるよね。目覚めた、私もすぐ起きる、うん、起きた瞬間にパッていくといいです。布団でゴロゴロしたらもうダメですよ、うん、はい。じゃあ今日のお悩みはここまでですね。たくさんみんなお悩み送ってくれてありがとう。また舞子先生でよければ相談になります。でもゆき先生いい相談相手になれそうだからまた来て。舞子先生に相談するのもいいものですよ、うん、はい、はい、じゃあ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 はい、今日の授業はここでおしまいです。ここからは入部手続きした生徒だけのお時間になります。この後音楽クラブ活動で先生が歌います。最後まで見たい人はすぐ入部手続きしてね。